11時で、もしかしたらこれ欲しいもんかな。え、いや欲しいもん文字だよ、これ書いてるもん。やっぱ欲しいもん。この欲しいもんは本宮に向けて最後のもう五体王子になるんですけども、まあ由緒ある王子で、で欲しいもんのこの欲しいもんとはね、どっから来たか。山岳信仰における指紋修行に由来するって書いてあるんですよね。指紋修行ってどういうものかっていうと、聖地に至る間にね、発心、修行、頭角、明覚の4つの門を設けて、それらを通り抜けることにより悟りが開かれるという説から来てると。さらに発心とはどういうことかっていうと、仏母大心って言って仏道に入り修行への志を固めるっていう意味らしいんですよね。藤原宗忠のその天人2年の中遊記のその記録なんですけども、ここに大鳥居があり、山毛の人々はその前で祓いをして鳥居をくぐったっていう記述があって、まあここには大鳥居があったんだっていうことですよね。でそのそばにあったことから欲しいもん王子という名前が与えられたっていうことですよね。それでまた正中3年1326年っていえば、まあ鎌倉末期に近いんですよね。仁和寺のその熊の演技の中の記述でね、その初めて五体王子として記載されているっていうことですね。江戸時代以降になってくるんですけど、西国巡礼がこう流行りだして、湯の峰温泉からこう赤城越えを神輿峠に越えるねルートっていうのがね、メインルートにこう移り変わっていくんで、やっぱりこの辺っていうのはもうそれによってだんだんこの寂れてきたっていうことが書いてますね。建仁元年の1201年のね、後鳥羽上皇の国号記の記録ですよね。藤原定家っていう方が有名な方いらっしゃいますけども、その定家の記録がね、後鳥羽院一行の参謀は晩春から、初冬にかけてである、やっぱ僕が行ってたこの季節ぐらいに行ってたみたいで、で定家の日記にはねこう記されてるんです。この王子社は思わず信心をかきたてられるほどに神々しく、さらに社殿の周囲に隙間なく、茂った木々が皆紅葉し、風が紅葉を舞い散らして境内に散るです。その草原で美しさをね伝えている記述があると。でさらに定家はね、この社の裏に南無坊の堂っていうのがあってね、この裏手に阿満庵があって、そこで宿を取ってるんですよね。その日記に道中の宿舎のその悪さにね悩まされた定家はね、ここではまともな宿証を得られたことのね喜びを書いてあったっていうこと でその頃の三毛社のこの修属としてね、同社にね落書きしたりすることがしばしば行われてたらしくて、で定家もここに欲しいもんの柱やね銅にね歌を書きつけたって書いてあるんですよね。それを後から天野南部坊さんがそうした三毛社の振る舞いを嫌っていると知ってね、罰の悪い思いをしていたというなんかエピソードも載ってましたね。でさらにこの天野南部坊さんは定家の京都での知り合いの女性だったようであるっていう記述もありますね。それここに書いてるのは、本宮のご祭神は阿弥陀如来の化身だとされて、神仏混合の権現であるから、そこに至る入り口を発心門と言ったということですね。定家がこの社殿のね 門とかに柱にね和歌とかを書きつけてるんですけども、今日発心門を通って仏道に入った以上はね、六道の迷いの世界から下脱するようにしたいっていうような
願いをね、読んだ歌がここに書かれてたっていう記録があります。今11時11分です。で今欲しいもんについて着いたので、今これ降りてると多分バス停あったとこ行けるんで、そっからあと本宮まで 6.9、7キロですね、約。もう余裕ですね。だからその辺でお昼ご飯食べようかな。それかもうちょっと先行って。結局途中の王子はちょっとなかったですね。なんだっけ、船玉神社は分かんなかったんで、今度赤城越えするときに、逆にこっから歩いて、ちょっと見てみる。で、井の花王子っていうのは、ちょっともう通行止めになってて通れなかったんですよ。あそこから、欲しいもんからあと800メートルぐらい下に降りていくと、迂回路じゃないところにあったみたいなんですけど、もう通行止めになってて今通れないみたいですね。ここからバス停まで行く道できました。次が水の実峠、水の実王子か、水の実王子 1.5 ですね。今欲しいもんのバス停にですね、11時15分ここで休憩所あるから、トイレもあるし、ここでちょっとお弁当食べます。あ、あったかい。よし、ここでお弁当食べるぞ。弁当食う。今なんか弁当食ってんだけど、サルダ君から今メールで来て送り返したんだけどさ、電波届かない。受信はできたみたいだけど、向こうに送れないんだよね。ああ、おにぎり食べてます。なんかでもあったかいよ、うん、全然寒くない、大丈夫。じゃあ休憩してからまた出ます。今ね、何時だっけ、あと2時間半で本宮大社ですけど、今11時38分、ご飯食べてトイレ済ませたので出発します。もう余裕なんで、よし、この前ここ来た、車で来たことな。峠まで 1.4 キロ、約30分みたいですね。なんかモバイルバッテリー2つも持ってきたのにさ、コード忘れた、車にコード忘れてきた。でまあ気温が低いとさ、バッテリーの消耗早いね。多分これでいけると思ったけども、取れなかったらまた明日もう一日あるから取りに来ようかなと思ってます。水の実峠まで900メートル、バス通りだから。ヤタガラスがいた。
あと 1.9 で藤の名字、水の名字だとか、どこ、ここが来ました。水飲み王子跡を越えたとこです。ちょうど12時の鐘が今鳴ってます。あ、石畳が出てきました。だんだん雰囲気出てきた。今コロナ禍でね、バスも少なくなって本数が、旅館もそうなんだけど人もねいないんですけど、今日なぜか、なぜかっていうか今日2人出会いましたね。珍しく初めて。いやでもずっと一人ですけどね。一人は反対側にすれ違った。いやこの道なかなかいいですね。歩きやすいし、結構里が本宮の下の方に降りてきましたね。なんかあります。